ピンチがチャンス !JJ チャンネルです。皆さんお元気でしょうか、えー、私は相変わらず元気でやっておりますということです。今日はですね、芸能界の事件についていろんな方、皆さん方この人をやって、JJ この人の話を取り上げてっていうね、ことをいっぱい芸能人言われるんですけど、この JJ チャンネルどちらかというと、 芸能人あんまり取り上げてませんね、取り上げたのはやっぱり僕の親友だったマイケル・ジャクソン、ね、そして僕の弟子だった上島竜兵さん、この2人だけです、取り上げたのはね、どうもすみません、えー、今日はですね、そういった中で、芸能界の事件について、ちょっといろんな方の事件ですね、事故、事件ですね、これを取り上げて、皆さん方にちょっと動画をお届けしたいなと、あくまでもこれも個人的な意見です。 ただし他のチャンネルでは言い切っていないことをこのチャンネルでは言い切ります。なぜならばマスクをしているので大丈夫ということですよね。ぶすっとね、こんなこと言ったら行かれるんちゃうのジェジェ大丈夫みたいなね、いうことです。で、あの前回の動画でお話ししたですね、高橋さん、ジャーナリストの高橋さんですね、行方不明になってましたけども、よかった、安心しました、これ、コメントだけで僕は裏取ってませんけども、なんかブログの更新が23日にあったと。 いうことで、JJ 安心してねっていうようなね、コメントいただきました。ありがとうございます。ね、誰かね、もしかしたら連れ去った人が僕の動画を見てブログ更新したのかもわかりませんけどね。<laughs> まだ本人を見て一緒にお茶飲んだという話は聞いてませんからね。えー、また情報知ってる方ね、この高橋さん、ジャーナリストね。 反ジャーナリストの高橋さんね安倍さんの真相を追ってたジャーナリストが行方不明になってるっていうね事件ね、えー、今のところブログが更新されたので安心してっていう話ですけどももっと詳しく知ってる方があればコメントいただけたらなっていうふうに思いますはいそれでは本題の方に入っていきますけども今日は芸能界特集ということで三浦春馬さんであったり竹内結子さんねあとまあ森,首相森首相の息子実はこれ裏にいてるんじゃないかって僕の方が え踏んでるマ尾学さんの事件だったりまああの飯島愛さんこれは僕のね友人が飯島愛さんがいわゆる独立してから出資するっていう立場にいてましたので結構話を知ってますえー、あとまあ上島竜平さんもそうだし芦名聖さんうんうんあとまあいろいろいますねあと田中角栄も話しようかななんか思ってますけどもまあ時間ですねこうやって見ながら時間が来たらやめますけどもちょっと芸能人の 死、えー、についてねちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。 で、芸能界ですね、おい、そこの赤マスクのサングラス、お前芸能界とつながりあんのかということなんですけども、あります、あったん、ありますというか、あったんですというふうに言った方がいいですねえ。実はですね、僕ね、超不良でした。ね、これは昔の動画にも上げてますけど、超不良だったんですけども、だん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 整っていきました。で、整っていってですね、僕もはっきり言うて、18歳ぐらいの時には、もうヤンキーやめてました。 うん。早かった。卒業早かった。みんな二十歳ぐらいまでやってましたけどね。僕は実はもう18歳ぐらいえ、高校卒業する時にはヤンキーを辞めてましてですね、超かっこいい男になっていました。<laughs> どうもすいません <laughs>。 そしてですね、まあ結構合体もいいということで、まあ芸能プロダクションに、芸能プロダクションというかモデルのプロダクションみたいなもんかな、スカウされて結構モデル活動をやってる時期がありました。これは本当です。えそしてですね、その傍ら、北新地で仕事をしている中でですね、お店を出したりしながらですね、まあ独立をしていったんですね。 で、一緒に経営をしていた僕の相棒は、実はその時に、から芸能界の仕事がしたいということで、 えー、小さな事務所を個人で立ち上げながら今はのし上がってかなり大手のプロダクションの芸能事務所をやってます。かなりタレントも抱えてますね。だから彼が立ち上げの時とかまあいろいろ長い付き合いの中で僕も結構いろんなね形で芸能界の方とね紹介していただいたりする中で飲んでる席にやっぱりそいつから聞く話してエグいんですよ。エグい話です。 で、まずこの芸能人の死っていうのを今日は取り扱う前にですね、ちょっと皆さんに芸能界の裏事情っていうかこうなんだよということをまずここにちょっと入れておきながら今日の僕の話を聞いていただかないと、こいつのは入天ねんっていうまた話になりますから。で、僕ももうちょっとある程度遠慮せずに言います。で、あの芸能界っていうのはいいですね。始めますね。芸能界っていうのは役座の世界です。 ピンポーンっていうことです、えー。この世界に入った瞬間にもうヤクザです。はい。えー、こういうふうに思っていただくぐらいではいいんじゃないですか素人の方っていうのはね。汚い世界です。はっきり言うて。もうとにかく裏事情は裏の金も動くし、体は売るし、仕事をもらうためなら何でもやるし、毛落とすしと、そういう汚い世界です。 まずここ頭に入れてください。表から見てた綺麗な世界ですね。超汚いです。あの不動産業と芸能界は当然これと関わりがなかったらやっていけないっていうのはもうこれはもう間違いないというか、これはご存知ですよね。そうですよね。なんでかっていうと自分たちの身を守るためです、これはね。身を守るために付き合いをするということですよね。え当然不動産業。 そうですよね土地をいじるわけですからその地元のねこれともめますよね地上げとかなんかねどんどんいっぱい人なくなっていきますよねそういうのを守るためにやっぱり付き合いがあるとでまあ大きなお金がうかは付き合いがあるとそれに似たように芸能界もそうですよね昔工業という形でしたよね今みたいにインターネットもないで工業ウソになるとその地元を仕切っている人ね地元を仕切っているこっちと手を組まなければいけない挨拶をしなければいけないそして当然これ江戸時 時代から小屋を建てるというような形の中でいわ、えー、工業という形の中でずっと延長線上にこの仕切りという伝統があった、まあ、有名なのは山口組の田岡ね3代目の田岡組長ですよねもう彼は美空ひばりであったり小林晃であったりですねそういった昭和の大スターの生みの親とも言われてますよね、まあ、そういう中でつまり芸能プロダクションっていうのはヤクザとつながっていなければ え、開業できない業種であったということから始まっているということです。つまり私独立したいねん、芸能プロダクションやるー言うてね、今みたいにユーチューバーが自分で個人事務所を立ち上げて、タレント事務所をやるみたいなことは全くできなかったというところからスタートしているということです。まあところがですね、この反社反社と言われる中で、そういう付き合いをできなくなった。 そして、これを盾役者となったのが、ね、大手プロダクション日本第3位、吉本法業、これ上場してますよね。島田信介さんをちょーんとこうなりましたよね。あれも島田信介さんやりますって自分で言うんだけどね。<laughs> 違いますよね。自分でやりますって言うた背景の中に <laughs>、いろんな話があるわけですよね。まあ、それちょっと置いといてね、ね、えー。そういうような形の中で、あそこからですよね。やっぱり晋介さんがあれだけ売れてる中で、自分が責任を取って辞めると言った、 形を取ったのであれからビシッとしましたよね。芸能界変わりましたよね。あれからね。もう絶対反射はあかんということになりましたよね。 で、えー、そういうことをちょっと頭に入れながら前置きながら言って、<laughs> でもこういうこと聞いとかへんかったらなんでこいつこんなこと言うねんっていう話になるじゃないですか、あそこのあなた。ね。えー、で、明日ね、明日は南さ夜さんの事件が動く日ですから、その南さ夜さんの事件ね、この小沢がどうなったのかっていうところの中でまた動画を上げますから、今日はちょっと息抜き動画ということで、ね、芸能界の話を聞いておくれやすということです。えそしたらまあ、リクエストが多かった三浦春馬さんの話に行きましょうか。 えー、三浦春馬さん、この方ですね。よく僕似てるって言われます。まあ、マスクしてるから分かりにくいと思いますけどね。この三浦春馬さん、2020年に自宅のクローゼットの中でですね、こういう形の中で、えー、ね、マネージャーがボーンと入っていって、大人になってんの、おれへんやないか。で、クローザーとガラッと開けたらそこにね、おったっていうと、<laughs> びっくりしますよね、それはね。まあ、こういった事件ですけども、これ遺書もなかったし、やっぱり全然周りが気がつかなかった。 動機って一体何だったんだということなんですけど、やっぱり芸能プロダクションはですね、これアミューズというめっちゃでっかい上場しているね、もうタレントも数百人いてるですね、もう経常利益もごっつい、ね、いわゆるその、大会社で上場しているね、ここに所属してましたということです。で、僕はこれ、まあ結論から言うと、誰かにやられたんじゃないかなっていうのが僕の結論です。で、なんでかっていうと大きな理由はやっぱり動機がないんですね。 で動機がないのにクローゼットでこれするかっていう単純に考えではそうですなんでっていうことになりますよねでその背景を調べていったらやっぱり闇の芸能界ということですよねでこの芸能界の中で一体何があったんだというとですね実はですね今ね独立問題っていうのが非常に芸能界では問題になってますというのはこの YouTube にどん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 今出てますよね例えば宮迫なんかがいい例ですよね宮迫っていうのはやっぱり吉本興業辞めましたよねあの事件で会見で僕こいつ大嫌いです宮迫っていうのは。 大嫌いな人間ですけども、もうこう名前も言うのを言えないぐらい大嫌い。なんで大嫌いかっていうとね、もう偽善しゃぶってるところが大嫌いなんですよ、昔からね。ごめんなさいね、宮迫ファンの方ね。でも僕こいつ嫌いなんですよ、ほんまに。なんで嫌いかっていっぱいえああ、三浦春馬さんの話に戻りますということなんですけども、そういった独立問題がたくさんある,あるんですよ。 えー、例えば、綾野剛であったりね、あの、米倉、涼子、神田、宇の、長瀬智也、あの、森田剛ですか、もうみんな独立していってます。ほんでもうこれ、独立されるとなんで、こんな事件が起こるのかということなんですけども、皆さんがもしも経営者だった、会社の主力商品、ね、例えば、ものすごく会社に利益を生んでいるこの商品、ある日突然持っていかれた。どうします何すんねんっていう話になるでしょ 何すんねんっていうか、首すらなあかん状況になる可能性ありますよね。必死になりますよね。それがあるということなんですよ、芸能界。この独立という今問題がね、ありますからね。で、まあそういう中で、この特にアミューズっていう,こう大手プロダクション。 ねこのアミューズを作った社長っていうのはもともとナベプロです。えー、原田、ああ、二っておったでしょキャンディ、アイラービューってこの人ね。えー、この人見つけてきてナベプロから独立したんですよ。このアミューズの社長っていうのはね。ところは独立したんですが、原田真二がまたどっか持って行かれて、ああ、どうでしようか言うてる時にね、サザンオールスターズ見つけたんですよ。で、サザンオールスターズおったー言うてどっか行ったのがこのアミューズです。ね。だからね、タレント一人見つけたら大爆発するんですよ。 で、僕の友達もそうです。あるタレントさん見つけて大爆発したということですよね。もうめっちゃ持ってますよ、今。ほんま、金貸して、言ったことあります。貸してくれました。ポンと200万パチって買ってくれました。<laughs> そんな話どうでもええって。はい、すみません。ね。で、そんなような形の中でですね。 僕はミワルハルマさんはクローゼットでこれしてたっていうのは絶対に g ルではない。なぜならば動機がないということと僕は芸能界の闇っていうことを考えたら十分ありえると思います。えー、そしてそれと関連するとしたらやっぱりいろんな共演をしていたね、あの僕が大好きな相棒っていうんですかね、もう僕はあの相棒好きでしたワン、ツー、スリーよく見てましたよ、これ。ね 知ってます水谷豊ね。この人ね、あの、僕が若い時の大ヒーロー。ね。あの、あーにぎー言うてね、水谷豊かね、証券と一緒にね、傷だらけの天使っていうね、これ出てね、もうあれから大ファンなんですよ。ね。そしてもう、それからね、あの、学校の先生の役したりね、してましたよね。 で、この相棒のシリーズ、もだいぶ後の方の方の資料ですけど、共演してました。そしてこの竹内結子さんも2020年自宅の同じクローゼットでということですよね。で、これ幸せいっぱいでしたよね。竹内結子さんね。この人僕好きでしたわー、はっきり言うて。 ねえ、もう幸せいっぱいで子供が生まれたばっかり、1月かなんかに子供を産んで、それから半年後でしょうで、ご家族も一緒にその前日まで飯食うとった、いうような話ですからね。で、この竹内ゆ子さんもやっぱ大手プロダクションですからね。だから動機がなかったら幸せいっぱいなのね。なんでいきなり自分のクローゼットでこれなんていうことですかこれも僕は絶対に第三者の手が加わってるっていうふうに思います。で、この二人の話を取り上げると必ず出てくるのがこの人。 ね、アシナセイさんですよね。僕この人はあんまり知らないんですけどね、この春マとウ子、友達みたいに読んでごめんなさいね。この二人のことをやってる、やってるというか、ね、あのー、調べてると必ずこの字出てきますけど、この人は多分ね、あの G 丸ですわ。 あの二ヶ月後にね、あの、やっぱりこの人も遺書がなかった。あ、三人とも遺書、遺書ないんですよ。三浦春馬も竹内結子もみんな遺書ないんですよ。ただ、三浦春馬の場合は遺書や遺書や言うてね、文春がね、あの、なんか日記みたいなメモを見つけた言うてね、これが遺書や遺書や言うてますけど、違う言うでね、遺書やったら親族が持ってる言うて、メモや言うでね、もうそんな単純なことでこれ遺書見つけたでう文春言うてるでしょ。あんな遺書やったらメモですわ。ね。遺書なかったんですよ。で、あの、足のせいですね、 で、この方は僕はあの、やっぱり失恋やと思います。恋愛、そしてやっぱもまれ、芸能界に揉まれた中での自分が宇宙に入っていったっていう形が明確隠れしてますからね。まあ、この人はそうじゃないかなとっていうふうに思いますね。あとそうですね、芸能界でいうとこの方、ね、あの、聖子ちゃんの娘さん、神田沙也加さん、えー、この方も大手ですよね。さっきもちょっと出ましたけど、渡辺エンターテイメントっていう超大手のね、プロダクションにいてますよね。で、この方も僕は、 やっぱりね、あのー、この子もお父さんとお母さんが超有名人でしょお母さんなんか日本を代表するね、ベスト3に入るんじゃないですかね。昭和のアイドルとしてはナンバーワンですよね。聖子ちゃんとね、そして神田正樹の間に生まれてもう小さい頃からもう、もう生まれた瞬間から芸能人になることを約束されてますよね。超ブランドですよね。 まあ言ったらすごいですよね。あの、オグリキャップとハイセイコーとのね、二人、両方とも男やったかな、馬ね、競馬の馬の出てきた、サラブレッドから出てきた、もうこのね、種馬から出てきたような芸能人ですからね。それで、まあ当然、小さい頃からそういった、もう、もまれた闇の世界で嫌なところもいっぱい見てくる中で、ちホほやされながら芸能界に入っていったということで、本当の心の部分っていうのは弱かったと思います。ね、普通の僕らみたいな鉄板のね、僕なんか鉄板ですからね、はっきり言って、何があったって、もう全然。 全然大丈夫だというような人生を歩んできましたからね。もう凄まじい人生、僕も自助伝書こうかなというぐらいの凄まない人生をね、歩んでますけどね。あのー、ありますよ、ドラム館に言えないって僕、大阪湾まで連れて行かれたこともあるぐらいの人生を歩んでますからね。 これ本当ですよドラム缶まで入ってないけどねあのドラム缶の前に連れて行かれてねあのありますよでその,あのヤクザの組ねものすごい大手ですよ大手ですよテレビもよく出てますよでそこの組長もよくテレビ出てましたけどねあの神戸でやられましたけどねこれ新聞にも載ってますけどねもうええってそんな話でもやっぱりこうそういうつながりがあるんですよ芸能界ってだからこんな話になってしまうんですよ僕の話はあっち行ってこっち行ってあっち向いて方になりますけどねごめんなさい ね、さやかさんですけども、あのー、彼女はうつやと思います。ミュージカルにね、ずっと出てて、そのミュージカルに一緒に出てる人と恋愛したとかしないとか、そしてそこの元棚が出てきてどうのこうのとかね、まあ、いろんなことがあるから、やっぱり彼女は心弱かったんじゃないかな。線細とったは違うかな。そういうふうにチヤホヤされて芸能界のね、ところの中で育ってますからね。 は、この彼女は違うと思うのは、やっぱりこう g 丸だと思いますね。で、その噂されたあの彼氏の方もですね。このさやかさんがお亡くなりになった後、事務所をね。もうやめてますよね。あ、辞めてるんじゃない休んでますよね。で、あの今面白いのはね。昔であれば。 なくなりますよね。芸能人、なくなったら、そのプロダクションから名前が消えていきますよね。いわゆる洗剤っていうのがあるんですよ。洗剤って何か言うと、これやアラフェヤルの洗剤じゃないでしょ。自分のところのタレントを売り込むための洗剤っていうのがあるんですよ。それでテレビ局とか新しいイベントがあった時に、うちの洗剤です、いうふうに渡して、それからタレントを選んでもらう。え、このタレントは6並びですとか3並び。並びって何かとい言うたら、税金込みで売る、あのー、 が多いので万円だったら66 66 66円とかこういう金額書いてるんですよ並びって言うんですけどねねここれう、ね、うういうような形の中で売り込む洗剤から消えていくんですよなくなったら芸能人っていうのはねえところがですね今はですねこの YouTube とかインターネットが出てですねいわゆる肖像権であったりいろんな権利っていうのがですねなくなった後からでも勝手にり切り抜き動画とかそういうようなことの中で著作権をその画像に貼り付けてネットに置いておけばそれを利用した人の,あの再生回数からの一部を受け 取ることができるこれひろゆきとかがよく切り抜き動画多いじゃないですか彼らがやってる手法ですね。ということで今亡くなってからでも結構稼げるんですよ。ということで芸能プロダクションは除名にしないっってていう流れになってましたよね。だから未だにお亡くなりになった方のブログであったりですねそういったものはそのまま残しているっていうね、えー、そうやって書き込んでくださいそこにプロダクションが更新していくっていうのはそこでも稼げるからだということです。 豆知識としてて持っておいい。くださいあとですねこれ飯島愛さんどうですかもう今の方あんまり知らないかな飯島愛さん2008年のクリスマス12月24日のクリスマスイブにお亡くなりになってますでこの方はですねもともとやっぱり HK のビデオでデビューして、ね、ティーバッグを履いてそして人気が出てそしてまあバラドルみたいな形でねもう毎日のようにテレビ出てましたよね。 で、出てる中で引退をします。そしてなんで引退するかっていうところ、ね、これも謎でした。売れてるのにね。そして引退しました。そしてその後独立するとかいろんな話がある中での自宅での、まあこれはですね、この G 丸ではなくてなんかあの、肺炎肺炎で倒れてて見つかったみたいな話でしたね。で実はこの飯島愛さんが、東京ですね、僕のあの、後輩でごっつい奴がおるんですよ。 でこれどんだけごついかっていうとこのことを言ってしまったらもう誰か特定できるような人間ですけども日本一位2回なってる人間でめちゃくちゃこれ持ってる人間がおるんですよ。ね、でこの,あのこの子はあの雑誌というかいろんな報道関係にも名前が取り上げられたりしてますけどもいい意味で取り上げられてるんじゃないですめちゃくちゃ稼いなんですけども結果こうやったみたいな形の中で取り上げられた子なんですけどめっちゃ僕より若いですまだめちゃめちゃ若いです。 あんまり表舞台には登場しませんけど彼が投資する予定だったんですよ。で、えー、投資する予定だったんですけども、えー、お亡くなりになったんですけど多分ねでも愛ちゃんの場合はよくねこれはそういういわゆる g ルではないっていうふうに言われてますけど彼いわく g ルだというふうに言ってますね。でなんな g マっていうか、まあ、肺炎で病死っていう形ですけどまあそんな形ですよね。あの要するに第三者の手が加わって あっていないといなとうね、まあ、孤独死に近いのかな自宅の中でそれはねもう彼女は非常に悩んでたっていうことです自分の人生について非常に悩んでるところの側面があったと。でやっぱりですねこのインターネットの時代になって昔とった HK の いわゆるところからデビューしてるということでそのモザイクが消された画像であったり動画であったりっていうのがやっぱりやたら出てたんですよこの子有名だからテレビに出てですねいくらこうちゃらけて、えー、本当の自分としてこうやってるんだけれどもでもそのいつもそういう画像が、えー、世の中に出回ってるということで苦しんでいたというような流れの中で芸能界やめたんだと思いますそれはそうですよね俺も嫌やな あの自分がすっぱなかに出してねあそこ丸出しにしている姿がずっと自分がね例えば僕がこないして話してるのもねもう全部そんなのがここで画像が流れたら嫌じゃないですかそんながネットにあふれてたらやっぱりどんな鉄板のね信を持ってる人でも心をやっぱり壊れていきますよねそれでも芸能界辞めたいと思いますよ。うん、ででそういうい中で独立してねやっぱりあの 来ていいここうと思ったた中でのこれは病死みななな形じゃないかな孤独死みたいな形じゃないかなというふうに思いますつまりあの他人の手が加わってるんじゃないというふうに思いますあとですねいろいろ言います上島竜兵さんも挙げました田中角栄これ完全にアメリカにやられてますねあとえっ、ー、と推しを学ぶこれ話したっけこの動画の中でしてなかったらこれ推しを学ぶ簡単に言うとこれは森首相の息子のねこの人。 で2011年にこの息子も亡くなっているけどこいつをかばうためにお塩を学ぶは入っていったんですよね。えー、もうこれ断言しときます入っていきましたそして金ようけもらってます出てきてます遊んでますという形ですね、うんこの。やっぱり森首相の息子をかばうためにこいつがあの犠牲になったということでしょうね。 あと誰行こうかなーって言ってる間にも21分かそしたらちょっとこれこっから先はちょっとまた芸能人は芸能人でねまた三浦春馬さんとかもっと詳しくやってほしいということがあればもっともっと他にもいっぱいねありますから情報ありますから出していきますけどもえっ、ー、とですねやっぱり視聴者の方からたくさんアイディアいただきますジェイジェイねお前の動画全然おもんないからこんなふうにした方がええんちゃうかー言うてねあの動画の中にですね挟み込んでいろんなことやんのもやめろとあのお、ー、もんない邪魔だとか <laughs> もういっぱいおもんないみそかつ言われるんですけどもでもそのねあの逆の形の中でいや今でいいよ今面白いよ JJ ええーっていう声もあるしねまあこういう中でねまたアドバイスいただきました。一つはこちらですね え皆さん方の体験談とかねそういうものを寄せていただいてそしてそれを昔ねラジオ番組とかでねハガキを紹介するコーナーよくあったじゃないですかペンネーム何々さんからいただいたハガキです言うてね「鶴瓶」とか「真の鶴瓶のぬかるみの世界」とかラジオよう聞いてたんですよ「やンタンとか「オールナイトニッポン」とかねでそういう中でハガキを読んでもらったハステッカープレゼントとかやってましたやんかあんなようなふうにですね皆さんからお寄せいただいた体験談誰にも言えなかった JJ にだけ言うわこれを「JJ 面白おかしく話して」ってねで僕が頂い,いたものをですね自分なりにただハガキを読むだけじゃなくて JJ のいわゆる、えー、ちょっとこうテイストをプププッと振りかけてその事件をこうお話しさせていただくというコーナーを、えー、これからやっていこうかなっていうふうに思いますのでどんどんお寄せをくださいツイッターとかメールね、えー、基本情報の方に貼り付けてありますからそちらの方からください。 であとですね皆さん方からですねこんなんどうっていうのはねその日あった事件とか最後のまとめでねえそれでは今日の最後ニュース本日こんなニュースがありましたみたいな形でね少し今あのこのテーマとは別に最後にちょっとこんなんやったらどうとかねいろんなアイディアいただいてますあそれもいいなぁと思いながらただ僕の動画って尺が長いので <laughs>、ね、それをやったら超長い動画になってしまってね見ていただけないんじゃないかなぁなんてねちょっと不安もあるんですけどもでおかげさまでですね えー、ものすごく順調にね。 え皆さん方にご登録いただいて動画の方がですね、あのー、伸びているというかほんとしいですよねありがとうございますでも僕はですね今までのやり方スタンスっていうのは変えずにねあの言いたいことをガンガン言っていこうかなと制限付きの動画がもう40本ぐらい上がってます <laughs> 皆さん方に見ていただけない動画が40本もあるんですよ <laughs>、ね、だからそれメンバーシップにしたら見てもらえるという動画になると思うんですねメンバーシップにしたらええやみたいなねなのでまあ1万人になったらそういう 形でメンバーシップの方がそういう動画を見ていただけるような形を取ったりであったりとかできるのかなちょっと分からへんけどねでかあとライブみたいなものやったりとかいろいろ考えてますのでね皆さんどんどんアイデアください皆さんと一緒にこのチャンネル作っていったらどうかなっていうふうに思いますねまあこんな親父がマスクして怪しい雰囲気でやってますから俺はこんなこと言われへんけどお前やったら言えねえやろみたいなねうんもう何でも言うてあげますから <laughs> ねまあそんな感じです えー、それでは朝芽、えー、さんの事件ですね、えー、もうすぐですね、えー、結果が出てくると思いますので、結果っていうのは次の進展が見えてくると思いますので、この小沢の件ですね、仏閣教師の件ですね、出てくると思いますので、また動画の方を上げたいと思います。えー、これからもよろしししくお願いいまますありがとうございました